はい、こんばんはですね。<laughs> こんばんは。今日も始まりました。七時、はい、の時間です。えっと、こ、はい、のラジオはですね、えー。私が愛してやまない。 えー、そうですね沖縄のウチナバンドスリーピースバンドですね、はい、セブンウップスをまあ勝手に応援するという <laughs> そういう番組です、はい、えっと一応ですねセブンウップスさんの、えー、公式のラジオじゃないです、はい、もう私が本当に勝手に応援させていただいているラジオですでパーソナリティはですね私岡、えー、岡沖と、えー、真帆ちゃんはいで先月から、えー、12月放送から十二月3日の放送から始まってます どうでしたその後何かセブンウープスの曲とか聞かれましたあその後自宅帰って一回音楽聴きましたよ、うん、あ本当にはい私あの虹色虹色ねがこの間聞いて結構ハマっちゃってはいそれを結構何回かいたりししたああなるほどしました良かったでしょはい良かったです、うん、いいんですよで今日もねいろいろと曲をいろんな曲聴けますかそうもうほとんど曲をねえー、メインに 曲ばっかりかけていってもいいんですけどね。でえっと先月かなえじゅ十二月の放送ではまあ高校生の時にデビューしてまあアマチュアデビューしてね,、はい、そ,ねその後まあいろんなことを経てまあいろいろそのー何 C.M. のキャンペーンの CM だったりアニメソングとかそうそうそうそれで、えっと、2011年にまあメジャーデビューしたっていう話うでメジャーデビューしてしばらく、はい、どれぐらいかな2011年にメジャーデビューしてえーまあ、2011年そのメジャーデビューした年のいろいろ出た曲、はいね、それを流させていただいたんですけども結構ね先ほど真帆ちゃん言ったみたいに。 まあ、アニメのしょ主題歌とか、はい、なんかいろいろね、えー、映画の主題歌とかそ,うです、ね、そんなに使われてるって<構>すごくいろんな、はい、もう全国レベルになるべくなるべくバンドなはずなのに沖縄ではまだまだ認知度が低いということでいすいすねすごいでこの番組をや,りやってるんですけどもあのあとねあの時ちょっと書けれなかったんですけども。 はい何ですか,あかけれなかったっていうかちょっと紹介をお見せできなかったんですけども放送終わったあとね、はい、ちょっとお見せしたんですけどもあのサードシングルの「バイバイ」という曲あ<ー>あのアニメ「君と僕」のオープニングテーマ使ってるってやつなんですけどこれあの PV プロモーションビデオがあの石原さとみと田中圭が出ててああそうですよね流せなかった。そ <laughs> そうそう、まあ、動画やかかからねなかなか 見れないんですけども若かりしのもう10 2011年ですからもうほぼ10年ぐらい前の石原さとみさんと田中圭さんがプロモーションビデオに出てるというす,すごいでしょすごいですすごい。それやのにあんまり認知度がないとまあ結構沖縄の方は最近はねその曲を聴いたら「あ聴いたことある」とか、はい、そういうのはあるんですけどもその曲がその「セブンウップス」がやってる。 ななかなかそうでですねそそこまう、ね、ういうのが気づかないそうなんですよ。で今日はですねまあ去年あ先月がその2011年のメジャーデビューから2012年の2年間ぐらいの、あのー、曲をいろいろ流させてもらったんですけどもそ,、ね、えっとその翌年の2013年に、はいあのー、ファーストアルバムファーストアルバムアル,アルバム出したんですよ。はい それがドキドキっていうね。えまたなんかいいですね。ドキドキっていうえドキドキって前回流してなかったっけ？ドキドキは流してないと思います。じゃえっと今日は早速ねそのドキドえっとドキドキっていうアルバムの中に入っているまあ一曲目がドキドキっていう曲なんですけども、はい。そのドキドキをねまずはオープニングで流していきたいと思います。はいお願いします。 どうですか？いいですね。なんか元気になりますね。すうん、元気になるよね。楽しいですよね。テンション高くなる歌ですね。そうそう。これがね、うん、ファーストアルバムのドキドキのドキドキなんですけど、このドキドキっていうアルバムには13曲曲入ってるんですよ。はい。今月はもう今週と次回のあ再来週。 これはもう、このドキドキだけ流そうか,なか。な <laughs> ドキドキのアルバムの中だけ流そうか,なか。なでも、楽しいです、聞いて,て。そう、うでしょう楽しくなる、うん。そう、結構ね、ここ、あの、このドキドキの中にも、いろんな、その。アニメの主題歌とか、<ー>まあ、主題歌、エンディングとか、あとは映画とか、まあ。あと とそんななんかイベントの、ね、イメージソングとかいろんなものに使われてるん,ですよんですよ。だからね本当沖縄だけじゃなくて全国の例えば東京の方とかね例えば TBS のイベントに使われてた曲とかあとそうですね、えー、とまあアニメの曲とかあと「モーニング・アイ」っていう年間オープニング っていうものまあこれ前回の虹色とかそうなんですけども、えーはい、いろんなとこに聞くあの使われてるんで、ね、んまあ聞いていただければあ本当にこれ聞いたことあるってたくさんあると思うんで、うん、じゃあもうね続けえっと二曲目がねヤムシさんなんですですけど、はい、これ前回ああれですかの映画映画の、えー、今日恋を始めます<ー>これ前回流したっけ流した流したと思いますそうですよねヤワムシさん ヤオムシさん流しましたよね。エミちゃんが主題歌のやつですよね。あ,あ、そうそうたけいみね。うん、あ,あ、よく覚えてますね。<laughs> そうそう。で三曲ヤオムシさんどうしようかな。ヤオムシさんどうしよう。えでももう一回。二 <laughs> 曲目ヤオムシさんえっと今日恋を始めましてたけいみと誰でしたっけ。忘れた。誰だったかな松坂桃李。松坂桃李、まあ、さんそうかな。 じゃあそれをねちょっと弱虫さんを流していこうかなと思います、はい、じゃあ弱虫さん聞いてくださいはい、はい はいということでヤオミさんですね。楽しい。ヤ <laughs> オさん弾いていただきましたけども、えっと前回ですね、えっと多分流したラバーズという曲があのあラバーズ。ナルトのね、ナルトの主題歌。あのテレビアニメのナルトの。はい私も耳にしたことがある曲でした。そうですよね。これね、まあどんな曲かというとちょっと流しますと。はい。 これね前回流したんですけど、うん、これはね,、まあ、ね前回流したんで今回はちょっとねやめといて <laughs> やめとくやめとく、ね、次ね次次ご紹介するのがその「ルトのエンディングおそうエンディングもやってるんですよ<ー>でこっちをね今日は流そうかなと思いますえっと「さよならメモリー」っていう曲やけど さよならメモリー、はい。これをね、流します。はーい。 ということで、えーはい、サイバーナメモリー,、えー、ナルトのエンディングテーマですね。いいですね。なんかさっきとまた全然雰囲気変わって。うん、でもまあ今日かけての全部元気ですよね。ね、テンションが上がる曲ですね。まあ今コロナなんでね、えー、落ち込まないで。そうですよね。音楽の力で。そう、こういう曲聞いてね、テンションどんどん上げてもらいたいと思うんですけど、うん、これ聞いたこと、マホちゃんありました？これちょっとわかんない。<laughs> い <laughs> 初めてき。 たかもしれないエンディングまで見てないっ,っていうことかな。<laughs> うん。エンディングでも。で先に、ね、そのえっ、ー、とヤムスさんでヤムスさんの歌詞がランランフォー,ーラフォーリンラブってフォーリンラブっていう歌詞が入ってたじゃないですか。はい。でも実はこのアルバムの中にはフォーリンラブっていうタイトルの曲もあるんです。おおフォーリンラブ。フォーリンラブ。すごいラブソング系結構多いんです、ね、多いですね。やっぱり。 ね若い女の子と男の子がいますから、えー、でこれもね映画の主題歌で<お>高校デビューって映画知ってます？ああ高校デビュー知ってます？聞いたことあります。えっとね主役が主演が水戸田純平さん。はい。有名<で>なヒロインっていうか相手が大野の糸さんセブンティーン専属モデルってあのホリップロの子ですね。はい。うんでこれが、えー、主演で。 であと須田樹さんとかうんあとかあ岡本麗さんとかも出てるというそういう映画らしいですあ<ー>あ結構もう少女漫画ですごい人気になってそうそうそう,そうマーガレットとか書いてたからそれの主題歌をやってるあすごいですねそうなんですよその曲が「f ォー l i n l o v e なんで次は「f ォー l i n l o v e これを流したいと思います「FallinLove」「FallinLove」ね「FallinLove」いきます 最後まで流れちゃいました、ね。<laughs> うて、ん、最後の部分がいいいいですね <laughs> すごいときめくようなすごい歌詞がいっぱいあって映画のテーマにあっ,ってますねなんかすごい、ね、これよくわからんけど <laughs> でもあの結構ねこれ2011年の曲なんですけども、はい、あアルバムなんですけども今もライブでもね普通に もう本当にヨウムシさんとかラバーズとかさよならぱそう「いうの定番でそうフォーリンラ e も当然歌ってくれるんでん僕からしたら全然あの昔の曲だなっていう感じはしないんですけどうでも昔の曲です。へ<ー>はい、ということでねもうあっという間の30分<っ>もうあともうちょっとで終わりなんで、えー、早い 最後はもう私が愛してやまない「7 p クスの中でもお決まりの「アイステイこれを流してこれでさよならさせていただきたいと思いますまた次回もこのアルバムドキドキのねアルバムを続けてその後紹介していただきますんで楽しみにしておいてください。それではまた皆さんささんよよならさよならら